ああ、お前か。俺は江戸へは行かない。やらなければならないことがあるからな。なら、絶対に俺の邪魔はしないと約束してくれ。そろそろ出てきたらどうです？あなたも俺に用があるんじゃないですか？へえ、俺があんたに用があるってよくわかりましたね。俺が伊藤さんや斉谷さんの殺害状況を調べてる間、あなたは常に俺の後をつけてましたよね。なんだ、気づいてたんだ。道理で隙がなかったわけだ。俺はそこまで間抜けじゃない。やっぱりもうしばらくは新選組にいようかと思ってさ。そうなるとあのことを調べて回ってる斉藤さんが邪魔だったからね。隠し通せるとでも？別にそうは思っちゃいないさ。でも時間稼ぎにはなるじゃない。大石さん、いや大石、あんたはここで死ぬべきだ。誰の敵討ちです？坂本さん、それとも伊藤さん？それとも両方かな？いいえ、単にあなたが嫌いなだけですよ。いいな、その答え最高だよ。志半ばで儚く散っていったあの二人の死に様はとても美しかった。あんたはあれ以上の快感を俺に与えてくれるかな？なんだかワクワクしてきましたよ。どうだい斉藤さん、俺を切った感触は最高だろう？いや、最悪だ。釣れないね。時間を取らせたな。行こうか。さっきも言ったはずだ、俺は江戸へは行かない。合図だ。近藤さんには申し訳ないが、俺の行くべき場所は合図だと思っている。もちろんお前は行きたい方へ行けばいい。俺は止めない。
第20章鳳凰。斉藤、本当にいいんだ。合図は間違いなく落ちるぞ。確かに片森様の恩はある。それは俺だって忘れちゃいねえさ。だがな、合図一国を守って戦うだけでは根本的に戦況をひっくり返すことはできない。それは分かってる。分かってるからこそここで土方さんを止めることもしない。合図への援軍はもう来ないだろう。でもせめて俺たちだけでも会津と共に戦い、そしてお前の義理堅さは筋金入りだな。もう何も言うことはない。好きにするがいいさ。お互い勝利を誓い合えるような状況じゃねえが、まあ頑張ろうぜ。ええ、ありがとう土方さん。おい、斉藤が合図残留を決めたのはお前の存在ってのも大きな要因だったはずだ。戦いはどうなるかわからんが、お前たちはお前たちなりの生き方を貫くがいい。なんだ。さっき土方さんに言った通りだ。なぜそんなことを聞きたがる。ここに来て俺はよそ者扱いか。一番の理由はさっき土方さんに言った通りだ。嘘偽りはない。俺には恩義ある人々を見捨ててまで勝利を追求することはできない。全部言わせる気か。俺が土方さんについて行ったらお前はどうしていた。やはりな。俺はお前一人をこの地に置いて行きたくなかった。
そんなことをしてみろ。俺はお前のことが気になって戦いに集中できやしないだろう。全部話したぞ。これでいいか。行け！下がるんじゃない！戦え！戦い抜くんだ！何をしている？そうか。鶴ヶ城の籠城戦には参加できなかったが、ここには上杉が残した高座史上の遺構がある。上杉家が反徳川のために築こうとした巨大城郭、今そこで徳川恩子の俺たちが戦うとは皮肉なものだが、とにかく堀と土塁があるだけでもありがたい。これなら多少は持ちこたえることができそうだ。しかし静かだな。今日はみんなを休ませることができそうだ。今日はみんなに早く休むように言ってくれ。おそらく明日が正念場だ。ここにいたのか。見張りも立てず全員眠ってどうする。眠れないのか。じゃ、少し話をしようか。戦場で死を意識した者を待つのは死のみだ。
同じことだ。生半可な死の覚悟は戦いで勝利する意志の欠如に直結する。もう十分だろう、やれるだけやったとな。肝心なことは戦い続けること、最後まで戦い抜くことだ。俺がなぜそのことにこだわるか、お前にだけは言っておこう。普段から俺は部下に対して戦闘中は生死のことを考えるなと言ってきた。肝心なのは戦い抜く意志だと。それがどういうことかわかるか。戦い抜くとはどういうことだ。戦って戦って、そして最後まで戦い抜くことができたなら、少なくともそいつはまだ死んじゃいない。そういうことだ。俺たちは戦いの中に自分を見出すような人間だ。なのに周りの者には死なないことを望んでいる。俺はまだ当分はこうしてお前と二人の時間を楽しみたい。だから勝手に死なれると困るんだ。俺はお前が最後の一花を咲かせることなど絶対に認めやしない。どうしてだ。俺は自分の気持ちを正直に言っているだけだ。恥じる必要などない。お前を玉砕なんかさせない。どんなことがあっても俺はお前を話はしないぞ。そこへ横になる。いいから早く。いや、俺はただもうそろそろ眠った方がいいと。そうか、すまない。この戦いが終わったら今日はもういい。あ、そうだな。敵の軍勢数百、我々の10倍以上の兵力です。